はい、どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。はい、あの木どうなったシリーズ。あの木どうなったシリーズ。勝手にシリーズ作りましたけど、今年の1月頃ですかね、はい、盆栽Qさんの方で、本当に500円の木を30倍計画ですね、ということで言っちゃったんですけど、3年で30倍にするっていう。そうですね。計画、計画ですよね、はい、ということなんで1年目でねじっといて、うん、でねじると同時に曲付けをして、はい、本来の水水の流れに沿ってぐる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 パリッと水水がこう捻転していけばいいねという作り方ですよね。ちょっとマジックも消えちゃったんですけど、うん、幹はねじれてるはずだということなんで、スーッとスーッとこう上に持ち上げながら、まあ、シャリを作っていくということをちょっとやってみたいと思います。うん、ちょっと針金もね、だいぶ食い込んできたんで、はい、形はでついてると思いますんで、とりあえずちょっと針金外しを。終わりました。はい、やってきます。はい。パート2の内容としては、シャリ。そうですね。ってことですね。そうですね。シャリでってことですね。ねじってシャリを入れて、最後針金かけて植え替えて。そうですね。そうすると1万5000円になってどうかですね。3年でですね。ちょっと枝がどんだけ充実するかですね。うん、とりあえず幹は今だから 9ヶ月でちょっともう食い込んでるんで、はい、ここそこ曲はついてると思います。まあ1年ってね、あっという間なんで3年計画って言いましたけど、あと葉っぱの整理を少しね、ちょっとして、ついつい小枝もね、あの針金かけたくなっちゃうんですけど、うん、結構ね、食い込んだところが皮がむいて、ここが食い込んで皮がむけちゃってますね。ここもそうですね。こんな皮むけちゃいましたね。さっき調べてて、10倍だと思ってたら30倍でびっくりしましたねそこまで言っちゃったっていう言ってたんで自分で編集したはずなのにそうね、30倍言っちゃったんだみたいな。10倍はいけそうですよね。でも10倍はいけるでしょうね。心拍人気ですからね。でね、本当はね、来年の1月ぐらいまで1年待ってもいいんですけど、まあ皮むくことを考えたら今まだ剥きやすいかなっていうところで、ちょっと早めに動き出したということですね。やっぱ最初のシャリ入れは多少早い方がいいんですかね。当然だとそうですね、冬のがいいっていう。はい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 、そうですね。まあ入れづらい、だからこれは今回その強制的にシャリを入れるんじゃなくて、水水引っ張って剥いていくというやり方なんで、まあ今のが剥きやすいって気はしますよね。暖かい方がね、綺麗にね、ねじれて剥けるかどうかっていうところですよね。こういうのね、ぶつけ本番なんで、リハーサルがないからどうなるか分かんない。30倍にするっつって、いやーすらって言っちゃって、パート3の時は枯れましたで終わる可能性もかもしれないしね。なくはない。そう、ドキュメンタリー、 お店の心拍と比べちゃったりしてね本当に失礼なやつですよね確かにねこれがこの値段だから生きるっしょみたいな。そうこれがこれなら生きるでしょみたいな失礼なやつですよね。でもあの木でもだいぶほとんど売れたんじゃないですか ね。心拍もね、だんだんそういう細い木、軍人の木っていうのがね、人気出てきたってことなんですかね。そこに貢献してるといいんですよね、我々がね。そうですね、軍人の認知度と、あと赤松に関しては結構貢献してます。結構貢献してます、はい、そうですよね。結構今年赤松売れたのは絶対見てる人が買ってるんじゃないかと。そうですね、思っちゃいますよ、ね。で去年全然売れてなかったんだから。そうそう、でね、安行の方Qさん行くと、東人さんは赤松好きですよねってね言われたっていうぐらいだから、そんなみんな好きなわけじゃないんですけどね。好きな人多いっすよね。まあまあそうかもしれないですね。まあ一つはなんか黒松より安いからっていうのはあるかもしれないですけどね。文人にはね、赤松の方が向いてますよね。そうその通りですね。それですよね、多分。そうですね、今日ね、黒松の文人作っちゃったけど太るんでね、うん、はい、そしたら腐ったラフィアを、ね、取っていきますね。出していけば取れると思うんで、こう面倒くさい地味な作業ですね、これ、はい、ブラシでシャッシャワー。ああ、それでもいいですね、そうしましょうか。使い込まれた使い込まれたブラシです。ブラシもうマジックも消えちゃってるし、うん、どうねじれてるかが全然なんかでも1週半ぐらいそうしてました、してました。そうなんですよね、本当その通り。まあ表のマジックは1週半したけど、うん、ちゃんと幹もねじれてんだろうねっていうのはやってみてですね、シャリ入れたらね、え、全然まっすぐ行っちゃってる何だったんだって話です。20倍で
と減らしていく、だんだん減らしていく、だんだん減らしていく、そうです。大体アフィア巻いてまだ少し、ところどころ残ってるんですけど、結構まだこの時期皮が剥ける状況なんで、ちょっと針金が食い込んだところなんかは、先ほどもね言ったようにこういうところなんかは皮がもう剥けながら食い込んでる。普通へこんでてもね、剥けないんですけど、簡単に剥けちゃうような状況と、こっちの方も、ちょっと何箇所か、ちょっと白いのが出たところが、形成層が出たところがあります、はい。で一旦ちょっと簡単に剪定をしていきますね、はい。でまずやっぱりこれいらないかなって確か言ってたと思うんですけど、あんまり低いんでこれ取りますね。それとこういう下の方のですね、ひもっぱというか枝にならないやつですね、こういうやつですね、はい。こういうのは取っといても、枝にならないので、こういうやつですね、はい。成長点のないやつ、そうですね、成長点のないやつですね。と前になんか、動画で見させていただきます。ありがとうございます。盆栽球というところで出てますので、よろしくお願いします。はい、非常に教育的で、ありがとうございます。わかりやすい動画だなと思います。なんか4万数千人の視聴者数で、なんか日本で語彙番組ぐらいみたいですよ。ある雑誌によると。いつの間にか載っててびっくりした。載っててびっくりですね。そう、そこに小さく昼間さんって名前も出てきたやつ。小さくデビュー、お互い金本はデビュー、金本デビューですね。そうですね、はい。あとこういう間のまたは綺麗にで、はい、はい。確か前の動画で剪定は11月以降にって。あ、そうですね。だから本当はこういうやつは11月の方が先端の部分、そうですね、先端の元気のいいところですね、今は細かなところですね、枝、はい、はい。葉っぱか、そうですね。多分これもやがてまあ、トヤになって取れちゃうと思うんですけど、切りたくなっちゃいますけどね、ってね、針金、ね、最後かけるんだったらちょっとあれですけど、とりあえず今日はシャリまでということですね、はい。でどこから入れるかっていうのが、あって、どっかこう一箇所陣とかねあるとそこきっかけなんですけど、はい、とりあえず今一番重要なこの辺の枝、この辺が水水がずっとつながってるだろうとということで言うと、それの反対側ですよね。反対側スタートしていって、であとはもう成り行きでという感じになると思うんで、ちょっと一箇所、端っここう行ってるんでね、真ん中よりもちょっとこっちの方がいいかな。もしこうカーブしてったらね、もしかしたらこの辺こうなってるかもしれないんで、とりあえずこれのこの辺ですね、はい、真下っていうよりもちょっとこちら側にこっちねじってるんで、この辺ぐらいからスタートしてちょっと行ってみたいと思います。難しいですよね、でも、ええ、シャリも正直幹の外側にあった方がいいような気がする。ああ、そう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 。でも枝も絶対外側ですよね。そうですね。だ最終的に水数1本って考えると、やっぱりこのラインが1本残れば、というところなんですよね。どっか上の方がぶつかったところはもう枯れていくしかないんですけど、はい、どうなって、あ、この辺はでもまっすぐかもしれないですね。ちょっと曲がり始めたかな。あ、下げただけか。もう早速曲がり始めてるかな。いや、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。ちょっと内側入ってきました。ちょっと内側入ってきましたね。ちょっともうあれですかね。ちょっと6月、8月に比べると、少しツーって引っ張っていく感じがないですけどね。開けてみるかな。あ、でもねじれてますね、もう早速。ちょっと広げてみましょうか。最初からもっと広げてもよかった。でもちょっとこう広げました。細いとすぐこの時期皮も剥きづらくなってきてるんで、すぐなくなっちゃうんで、ちょっと広くして、でこうやって持っていきたいと思います。ペローンとですね、こっちも少し広げて、これなら笠木先生に怒られないですね。そうです。はい。木に襲わる。木に襲わる。そう。なるほど、いいですね。木に襲わるね。ここ下まで行ったら、この辺でやめときますね。下から腐っていっちゃうんで、
根っこまではいかない。あ、そうですね。これが下まで行くとこのシャリが腐っちゃうんで、シャリは途中からですかね、木に襲われる。そうですね。うん、一周ぐらいねじれてます。もうそうですね、一周近く、うん。あ、これで一周だ。ちょうどですね。ちょうどね、これでここからスタートしてぐるーっと行って一周行ってますね。ここから上行くときはどっかにぶつかる可能性があるんで、うん、そこはちょっと注意しながら。ここからですね、緊張の一瞬は。はい。成り行き、ね。もうそうですね。だからあとはぶつかりそうになったら少し避けるようにやるしかないですよね。あのいらない枝ならね、ぶつかってもいいんですけど。最終的に30倍の値段でどっかで売るんですか。どうでしょうね。どうでしょうね。もったいなくなっちゃったりしてね。フェスとかで売ると、ヒエフさんこの動画込みの価値になっちゃうじゃないですか。あ、そう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 ですね。どっかに値札つけて、こっそり、こっそり買うかどうか、ね、はいはいはい、買うかですね。あ、そうそうそう、ね、そうですよね。本当にその値段で売れるのか、ポンと置いといて、置いといて本当にその値段で売れるのかって、ね、3日目とかに売れたら困りますね。3日間張り付いてから張り付いて、ここはなんとか避けられそうですね。このデベソンのところに来たわけですね、はい、ポチンとぶつかって、ただこういうところに行くのは全然問題ないわけですね、うん、で今この3つのところに行かないように、ここはだから1つはこっちに行っちゃうとここが枯れちゃうんで、この脇にそれてってくれればまあバンバンだいと。でなおかつここら辺の外側にですよね、ここら辺の外側に行ってくれるとシャリとしては面白いですね、うん、あ、こういうところにね、あ、これ行くといいですね、この陣に、うん、それかもしくはこの横にここら辺に背中のところに、外側のところに、心拍はね、背中のところにこう水水水で残すやつもあるんですけど、まあ、あのできたらこう風当たって枯れたよっていう意味では外側が枯れていった方がいい、ね、うん、こういうやり方もまあ当たり前なんですけどね、普通一般的かどうか分かんないですけど、こう角度変えるとき、はい、こっちから行っちゃうか、ここね、当たらないようにルールに反する。シャリはもう川崎先生のしか僕、うん、そうですね、見てないから、はい、とりあえずここから行ってみます。来ましたね、ちょっと、うん、まっすぐ、じゃちょうどそこだったんですね、うん、ちょうどそこだったんです。結構快感なんですよ、これね、皮をずっと剥くの快感、快感。表現が変かな。じゃあこれは今度ここから上に持ってきますね。最終的にどこまで伸ばすんですか。ちょっとここ皮むけてるんで、むけたとこまで行きたいなと思いますね。うん、ちょうどこうぶつかりますね、うん、理想ですね。30倍いける、いけるかもしれないですね。難しいですよね、でも値段もね。そうね、なんで言うのは良くないのかもしれないし、ね、そういう声もありますよね、うん、その方が見るでしょって。まあそうですよね。ね、イメージも湧くし、なんか夢もあるじゃないですか。そうそうそう、盆栽が好きなら盆栽副業とか仕事にしたいってみんな思うべきだ、うん、思うはず、うんうん、そうですね、だと思うんで、うんうん、何かに手を入れて30倍になるっていうのはなかなかねないですもんね。買ってきて3倍で売るとかね、そういうのはありますけど、すね、作って30倍なんていうのは、まあ、趣味ですからね、趣味ですからね、うん、ここ行きますね。まあ多分 これが今度ここに繋がると思うんで、うん、この陣ですか。うん、ここですね。てかもうここに行くしかないんだよな、反強制的に。いいじゃないですか、カンちゃん風に。カンちゃん風、これ今風でしょ。ねえ、私だったらやんないけど、カンちゃんやりそうじゃない。なんかモダンじゃないですか。ねえ、モダンだよね、うん、ピンクって発想ないから普通ね、ということです。はい、お墨付き、お墨付き、カンちゃんのファンタムスタイル、ネノマツガマの宣伝にもなるし。モダンっていいね、モダン、モダン、確かにモダン盆栽、モダンな木、モダンな盆栽を何かね、略して現代盆栽って誰か言ってる、現代作家、現代、うん、あれファミコン叩かれた。ファミコン叩かれたんですか。ファミコンなんかこれは盆栽じゃないみたいな。ファミコンまだ元気よ、でもなめじ草がちょっと成長しすぎてる。そういえばキュウさんなんか炎上したことありましたね、なんかそういえば。炎上ってこと炎上したね。2、3件前に2、3件ありましたよね、意見があったぐらいで。なんか前ありましたね、全部前に。これは盆栽じゃないみたいな。なんか針金かけたくなっちゃいますね、またね。あら、あら、あら、悪い病気が、悪い病気が。とりあえず1周、2周弱
ここから来て、うん、ここぐるっと回ってどっかこの辺出てますよね、うん、来てここは一周ですよね、うん、でぐるっとこう行ってここであそこにも出てます、ね、うん、ここ出てるんで、まあ、もう2周近くってことですね、はい、ちょっとここでやめておきましょうか。ここの先がちょっとどうなるか分かんないんで、なるほど、あのこの間ぶつかる可能性あるんでちょっととりあえずやめたら、かけたくなっちゃいますね。まあ、ステップ2としてはもうこの車輪を1本通すだけって感じ。そうですね、そうですね、車輪をとりあえず 1本通して、この細さならそんなに彫刻って話もないですもんね、そうですね、多分これでまた少しあの巻いてきちゃうと思うんで、はい、第2弾でやっぱりこれの 1.5 倍ぐらいは広げたいってことですね、でとりあえず今当たってるこの枝はないんで、枝は全部そのまま成長していきますよっていうことですね、うん、切りたいですねこれね。分人って考えると葉っぱ多いじゃないですか、きっと。あ、そうそうそう、まだ多いですね。だからここまたここから作り直すってことですね、うん、作り直しますね。ここもね、今3つあるんですけど、ここら辺も3つも多い、3つ4つあるのか、うんうん、ね、4つあるけど、ちょっと多いですよね。どうしますか、ここかな、とりあえずこれで終わりに しますかね、そしたら今日はこれで終わりえ、はい、とりあえず第2弾は第2弾はこんな感じにしておきます、はい、これでやっていきましょう。第3弾はいつもどんな作業、うん、もう一回だからこの冬もう一回広げてもいいですね。とりあえずシャリを、うん、今当たってるのは水水がまだギリギリ向ける時なんで、うん、本当にねじれて向けるのっていうのを確認できたっていうことなんで、シャリを広げるのはこの冬、うん、だからまた 2、3 ヶ月後でもいいんじゃないですかね。でも針金かけても冬ですよね。あ、そうですね、そうですね、でその時一緒にやっちゃう、うん、まあ、針金かけてで、まあ、11月にだから切って、うん、広げてで少しこういうの畳み込んだりで、また多分剪定も出てくると思うんで、なるほど、11月から12月に第3弾で、その後に植え替えか。そうですね、来年、それで1年2、3ヶ月か。そうですね、だから来年の1月でようやく1年ですからね、うん、3年いきますよ。いきますね行きます行きます。1年ってそこまで作れて、うん、あとはだからこういう玉ができてくれば、そうですよね、うん、いけると思う。もう1年半で、そうですね、棚作って、そうですね、いわゆるあの基本の幹のところはこれでできてきたってことですね、うん、なかなか味がありますよねこの辺のね、はいはい、やっぱりだからそこいいですよね、うん、ねじりながら形を作っておいたっていうのが良かったってことですね、うん、これの変化が面白いかな、これの辺のね、うん、ということで、まあ、第2弾はこんな感じ、こんな感じですね。じゃあまた11月か12月にお会いしましょう、はい、お会いしましょうそれまで出ないのかって、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。